はい、こんにちは、電撃 MTG テキョンです。こんにちは、川上です。はい、今度はですね、またエントリーセットを使って、今度テキョンはですね、緑と黒の獣の力ですね、はい。で、川上はですね、先ほどはあのテキョンが4番の斧を連打で、うん、燃え尽きてしまったためになんかあまりどういうデッキなのか紹介できなかったと、ね、うん、いうのもあるね。青白の、真理の迷宮を使ってゲームしたいと思います、はいはい。ちょっと僕はさっきは迷宮に入っちゃってましたね。そうですね、はい、じゃあやってみましょうか、はい。では、川上の先手でゲームスタートです。はい、例によって例のごとく、チェックは済んでおります、はい。では、まずは、第1ターン、はい、ドローなく島をセットランドして終了です。はい、こちらはドローですね。でセットランド、はい、よいしょ。お、何もできなかったですね。はい、はい、タップキープドロー、では H をセットランドして、はい、2マナ、はい、まあ、これ先ほども登場した3ゴマ方向プレイして、はい、ターン終了です。はい、アンタップキープドロー。うん、なるほど、いい引きじゃないですかね。よいしょ、沼をセットして、こちらはイノシトリの出勤を回して、はい、エンドです。アンタップします。アップキープドローって失礼しました。あのクリーチャーすごく強いですね。そうですね、なので3号マンフォークと相打ちならよし、まあ、するわけないじゃないですかっていうね。ですよね、ですよね。しかしですね、はい、先ほどテキオンはこのデッキを使っていたにもかかわらずですね、はい、このデッキにどういうクリーチャーが入ってるかあまり覚えてないんじゃないですかね。なんですか。溶蔵の達人をプレイします。ああ、いいんじゃないですか。で、ターン終了です。はい、アンタップ、アップキープドロー、よいしょ、3マナ、はい、どっちにしようかな。よいしょ、3マナで、マダラのイノシシを出してエンドです。アンタップします。アップキープドロー。マダラのヨッシーはバニデラだけに攻めて何か回復してくれたら2点とかでもいいから回復してくれたらよかったなって、ね、そうですね。さてさて、どうしたものかというところですが、はい、ではまずは3番、はい、垣間見る未来、はい、プレイして垣間見たいと思います。3枚デッキの上を見て、はい、1枚を手札に加えて残りは墓地に置くと。はい、なるほど。じゃあ1枚手札に加えました。はい、で残りを手札、墓地に、まあ、墓地ですね、失礼しました、墓地ですね、はい。残り2枚は精神の大魔術師の杖と異母島の管理人を捨てて、はい、フォグリーチャー捨てましたね。まあ多分いっぱいいるんで。なるほど、いっぱいいるといいな。攻撃したいと思います、はい。では、2体で攻撃したいと思います、はい。で、イノシトリの出家雲をタップしましょう。はい、はい、で、まあ、どうか別にいいんじゃないかな、はい、では、はい、2点ダメージを食らいます。で、してターン終了です。はい、アンタップキープドロー。なるほど、攻撃宣言、はい、1点のダメージを受けて19です。はい、これぞ緑トドロクベイロス、はい、4マナ44ですね。それだけ強いですね。強いですね、はい。あといろいろなんか書いてありますが、歴史が書いてありますが、 そのカードの。はい、どうぞ。はい、アンタップします。アップキープドロー。あとですね、土地が止まり気味なので工夫してやっていかなくてはならないのですが、とりあえずは3マナで兵所恐怖症でタップしたい。はい、されました。で、攻撃します。はい、2点、はい、で、ターン終了です。はい、アンタップ、アップキープド、うん、よいしょ、セットランド、はい。なかなか真理の迷宮という割にはなかなかなんか相手を迷宮に突き落とすようなカードがないですね。そうですね、なんかシンプルにビートダウンという感じですが、うん、どういう迷宮が待っているんだろうか。どういう迷宮が待ってるんですかね、はい、気になるところですが、ガーダ、どうしようかな、こっちかな。はい、呪われたスピリットを呼んでエンドです。はい、アンタップします。ちょっとさすがにミニシュラで殴られすぎるとまずいなというところですね。今ね、どう、
そうですね。しかしまあ、どちらのクリーチャーと相打ちを取っても美味しいのでこちらを攻撃していきます。しょうがないですね。これはもう出家後に、はい、相打ちを取っていただきましょう。トランプをして、はい、4マナ、水の飯使い3、4をプレイします、はい、で、ターン終了です。はい、じゃあアンタップはキープドロー、セットランドと、ちょっと厳しいなとかありますが、威嚇でパンチですね。はい、威嚇を持っているので、アタックとか黒いクリーチャーじゃないとブロックできないので、ブロックできません。はい。よいしょ。で、今度、荒野の突入。はい。いきます。エンドです。どういう効果なんですか？僕のアップキープ開始時に、まずライブラリに一番上のカードを見ますと。はい。それが土地カードだった場合、場に出して。なるほど。ですね。土地を引かなくしてくれるみたいな感じなんですね。そうですね。まあ、2枚続けて土地なら、まあそうですね。でもそれでも途中置けますからね。置けますからね。うん、ちょっと出します。プキッとろ。ではまあそうですね。攻撃したいと思います。はい。とりあえずもうブロックができません。はい、では1点パワーを上げて4点。はい、4。はい。では続けて2マナ。はい。で海岸ドレイク1、3を飛行を出してターン終了です。はい。スタップアップキープ、じゃあ一応見ます。こちら、なるほど。はい。こっちじゃなかったですね。なるほど。まあそのまま引いちゃいましたが、困ったかな。これなんか青白にしては結構なんか肉太というか、そうですね。感じのビートダウンですね。うん。なんかあの壁とかが入って、天使の壁とかが入って守りに入るデッキなのかなと思いきや、かなりアグレッシブに今攻めてますね。うん、2マナ。はい。死体運び、はい、キャストします。さらに4マナトドロックと言います、はい、で、まあロマイトスピリットアタックしてきますかね、はい、13です。で、エンドです。4タップします。キープドロー、セットランス、はい、では5マナ、はい、幻影の鎧をですね、お、つけますが、はい、これ海岸ドレイクにつけると多分次のターンあの黒いゾンビがそうです、ね、あれを引っ張ってきちゃうので、うん、あえてもうこっちにつけます。なるほど。で攻撃、さあブロックするんだこのターン。それは今今はですね、87ですね。87ですか、はい、87ですか、はい、87はちょっとまずいな。まあしょうがない、メロさんに死んでもらいましょう。これ美味しいですね、はい、はい、で、ターン終了です。はい、まあもうどうしようもないですね、あれはね。アンタップアップキープ、で、こちら、うん、なるほどですね。で、おそらくまあこれはちょっと厳しいな、これ。うん、かといって、何ができるってことでもないんだよな。エンドです。そのゾンビで接近部も戻らさなくていいんですか？僕はそういうプレイをするんじゃないかと思っていたんですが、違う。とりあえずいいんじゃないかな、まだ。なるほど。ではアップします。でアップキープ、ではアタック入りたいと思います。はい、2体でアタックします。うん、しょうがないですね、はい、ブロック宣言してから検査あげますか。こちらをブロック宣言、はい、はい、では、まあ、1点だけ取りました、はい、で移ってきましたよと、はい、じゃあ手札、ね、手札ですね、はい、で5マナ、はい、第2メインフェーズで5マナで待機の召使いをプレイします、はい、でターン終了です。ターン終了時に、はい、待機の召使いに垂直落下、垂直落下、はい、でアンタップ、アップキップドロー、今ドローと言っちゃいましたが、見たけど土地じゃなかった、ね、土地じゃなかった。それあの荒野には突入しませんね、なかなか、なかなかしないですね、はい、で、まあ、まずは出家雲をプレイ、
そうですね、はい、まあ、スピリッツは勝ってもしょうがないんで殴るかな。いやでもなんかな、分散があったりしてこう重さだけでもうちょっと致命傷なんで、はい、殴れないというところですね。でエンドです。はい、ではアンタップします。いやテキオンいい読みをしてると思いますよ。どう、そうですか。はい、セットランドします。分散しちゃうのかな。37、はい、下のブレスですね。あー、これはもうどうしようもないですね。はい、うん、で2体タップ状態にして、はい、その後2体で攻撃したいと思います。はい、はい、ポーラバーで89点いきますね、これね。そうですね、これでパワーが1上がるので、うん、で4点4点1点の9点で、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。